今日は先発はサウスポーの笠谷でした。笠谷の立ち上がりは柴田さん印象はいかがでしたか。まあ、ちょっとね抜けるボールがありましたけど、いっぱいはねうまくしのいだかなって感じに見えましたけどね。ランナー1人許しましたが変化球打たせていって結果的には無失点で立ち上がりました。ゲームは2回です。ここはノーアウトランナー2塁遠藤空振りの三振、野口のピッチャーライナーうまく反応しました、うん、一瞬ヒヤッとするような当たりでしたがその後も冷静でした。まあ、あとはね左バッターに対するコントロールだという点がね、はい、柴田さんの指摘ありましたよね、はい、ちょっと球数がでは2回にしては多かったですよね、うん。一方の阪神タイガース先発の津田投手2イニングピシャリでしたね。そうですね、本当コントロールも良かったし、こうやって、ね、うまくタイミングをずらすね、はい、変化球であったりをうまく織り交ぜながらのピッチングが来ましたよね、ストライクゾーンで勝負していけるタイプの投手、それを印象をつけました。ゲームは4回です。阪神は2番手の森木投手、今日1番に入っている笹川来慶のヒット、その後ツーアウトランナー1塁と変わってリチャード逆方向でした。このバッティングはいかがでした。いや本当うまく抜けてきたボールをですね、うまく打ち返しましたね逆方向にね、はい、得点のチャンスでしたが続く野村大樹がセンターフライ。ゲームは5回です。こちらはホークスのルーキー澤柳、まあ一軍で見たいなというピッチングでしたよね。いや本当良かったですよね、ストライクゾーンの中で勝負できてましたしね、これで変化球もねコントロール良かったですもんね、はい、わずか8球で三者凡退無失点ピッチングでした。ゲームは6回です。マウンド上ホークス4番手の木村、ワンアウトランナー2塁から野口、糸を引くような弾道を左中間を破っていくタイムリーツーベースヒット、これで阪神タイガースが先制します。その後ランナー2人置いて見事なバッティングでしたね。いや真ん中に入ってきたボールをですねうまくすくい上げましたよね、お見事でしたねこれはね。19歳糸井のレフトへのスリーランホームラン、これで4対0と変わります。6回は阪神タイガース4番手の浜地、途中出場の吉田はショートゴロのダブルプレーに打ち取られます。浜地投手も非常に安定したピッチング内容でした。そしてゲームは7回です。阪神5番手の松原に対してワンアウトランナー2塁3塁のチャンスを迎えましたが、まあ、フルカウントからの見極めという点がありましたね。そうですね、ここで我慢できていればというところだったんですけどね、佐藤大泉ともに空振りの三振でした。そしてゲームは8回です。阪神6番手川原、愛媛は見逃しの三振、まあ、川原投手も非常にこう柔らかいしなやかなピッチングフォームという印象でしたね。本当ね、いいリズムでのね、ピッチングができてますよね。コントロールも良かったですしね、3者連続三振でした。そして9回の表、ソフトバンク5番手のフェリックスの2イニング目、ワンアウトランナー満塁から遠藤に押し出しのデッドボール、さらにこの後またデッドボールを与えて6対0と変わります。そして先ほどフリーランの問い、今度は逆方向でしたね、うまく打ちましたね逆方向にね、ライトへの2点タイムリーツーベースヒット、今日は5打数4安打1ホーマー、1人で5打点を稼いだという19歳でした。ゲームは8対0となって9回の裏です。最後のバッター代打勝連が空振り三振で8対0で今日はホークス敗れるということになりました。